はい、続きいきます。中断しましたね、一回。あの 3DS 画面見たら、なんだ、電池が残り少ないですって赤ピコ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 なってて、やっべえって思って急遽中断できたと。で、まあ大丈夫ですよね、こっからですもんね。 OKOK、 いやーちょっと焦りましたね。 OK で、そうっすね、行きましょうと。増援がね、来るのが怖いので、まあ来るとしたら、来るとしたらもうあれっすよね、ドラゴンナイトですよね。まあ、とりあえずここに置いてあげて、まあ、こっちの方がいいのかな。そうね、こっち。まあ敵将、もしかしたら増援がむちゃくちゃいるのかも分からない。でこのステージが敵将撃破だから、もうああ増援も間に合わねえなってなったら、敵将をまあ撃破すればいいっすよってなってる可能性はありますよね。なので、あ、ティアーモちゃんでいきましょう。攻撃、いや鋼も板についてきましたね。オッケーオッケー。でレベル10突破、ナイスです。とよしよし、これでリフレッシュ。これが回復でしたよね、3マス以内にいないとき。これやばいよねっていう。で、あれ、マリアベルであれを取りに行きましょう。あとは全力全開で行くだけだと。逃げる逃げる、みんなで逃げよう。よしよし、逃げよう逃げよう、ゴー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 と。しんがりはフレデリック。 OK で、こいつ、まあ、こいつも来させてもいいよな、多分。さっさと倒しちゃいたいから、7のダメージ、全然余裕ですね。よし行こう。カラム強い、ガーズガーズしましたよ。 OK と、はい、問題ない。こっちはもうね、リズの最強パワーだからね。いやリズ正解、まあクラスチェンジすれば大体みんな強くなるから、まあ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 いいんで、いいというか、クラスチェンジすればこんなもんだよっていうのが。おお、まさかの増援ここから、骨の上から出てくる。あっそう、そんな、でもこれビオールよかったねビオール、偶然だけど。逃げましょう言ってて、あ違う、ここか、言ってて刺さるっていう、これやばいっすね。ビオールの餌食っすよこれ。あ、これ砦なの、あ砦なんだ、じゃあまあでもこれはペガサスナイトで倒せる、いける。あーまあちょっときついか、やっぱり。まあまあまあきついと。なんかテオノ的な、そんないか。じゃあまあいいわ、倒しましょう、倒しちゃいましょう。ういと、オッケー、レベルアップ、よしよしよし、十分十分。ここ乗っちゃえばオッケーでしょ、鳥で。まあ、こっからとかも出てくるのがね怖いね。そうすると、つっつ、こっそりバイオリンの練習をしてきましたの。これも上流階級のたしなみってやつですわ。いいじゃない、よし OK、 上流階級いいね。まあ何いいかどうかちょっとよくわかんないけど、頑張ってることはいいことだよ。んー、なるほど。なるほど。まあまあまあ、大丈夫でしょう。やりだろうが、なんだろうが。いや、ちょっと待って。もの育てたいのよ。こうやってあげて。
こうしてプレスさん、ここでリズッチ、まあ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 、こっちを倒しましょうか。そう、余裕ですね。 OK です、いけますぜと。よし、 OK OK、 ボンボン。さあ、包囲しましたぜと。どうするんですかと、あなたどうするんですかと。5か。じゃあティア、あーまあでもここ毒とな、毒とちょっとあれだよな。ここで支援なしで、なんかなんかで銀の槍使うのもったいねえんだよな。まあでも使うか、使ってやっといてあげて、ののちゃんでとどめだと。 OK、完璧っすね。さすが1000歳を超える。おーし、たくさん成長したんだ。ちょっとグレゴッチで回復してあげると、いよいよクロムと話せるかな、あのおっさん。どうなんでしょうかね。ビオール、オッケー。ああなるほどね、なるほどねと。一歩足りねえ、一歩足りねえよ。でも、あ、敵将撃破って書いてあったから無理かもしれんね、もしかして。無理かもしれんねえ。まあ次のターン勝負ですね。誰か乗っかってあげた方がいいかね。これ余裕っちゃ余裕だよね。ああ、16、まあ余裕っちゃ余裕なんだよね。リズで余裕なんですわ、すいませんと。まあ来る、ちょ待って、 8でしたよね確かね。7か、まあここまで届くと、まあまあちょうどいいっちゃちょうどいいか。 OK 終了。さっそうと来る、めっちゃ来る。あ、でもここは経験値上げることできますぜっていうとこかな。うん、いやまあでも倒しちゃうでしょう。どうすかね、斧、ショートアクス、重石持ってる、ベルベットちゃんのやつ、23、必殺6、ちょっと、あー、全然大丈夫っすね。なんだったら倒し、ちょ待って、一応クロムでさ、あ、トークとかないんだ、ないんすね。あ、そう、どうしよう、リズでリズってみる。硬い勝手。いやでもこれは死にはしないんだ。1515、誰レベル上がる。ビオールも上がりそうだし、なんかビオール叩いただけでさ、いやでも一気に削った方が、削っといた方がいいなこれな。もうちょっとあの甘えなしでエルウィンドで34でしょ。まあやっちゃった方がいいっすね。我はペレジアの主をムスタファ、生き残りたくば我を撃ってみせよ。オッケー、うい。あ、やっちゃいましたね、やっちゃいましたね。ロンクーさん、見事だイリス軍。願わくば残った兵たちの除名を。いや、結構やっちゃいましたよ、すいませんと。増援だけよ残ってんの。ミリエル力が今1上がった、今0だったことがすげえよね。逆に0でどうやって生きてきたんだ。 OK、 ミリエルロンク、そうそりゃそうですわと。お、あ、オーリビエさん、踊り子バジリオ様、
おうおうって、オリビエ待たせたな。え？え？付き合ってんの？遅いですよ。心配したんですから。娘？こいつが馬車を頼んだやつだ。あ、違うわ。敬語だから違うわな。あの、すぐに乗ってください。すぐにまた追っ手が現れるはずです。うん。みんな乗り込め。さっさとおさらばしようぜ。オッケー。行きます。おうす。踊り子ちゃんじゃないですか。行きましょう。お、ギャンレルがなんか大タイトルになってるような感じ。あ、でも戻ってきましたよ。フェリアまで。いや、でもな、エメリナさんだよ。ちょ、この、まあ、重い空気ですわ。仕方ないですわ。と、これからどうするんですかっていう。そうだよな。主君のために死ねず、おめおめと生き延びてしまったのですか、私は。これからどうするつもりだい？おいおい。それを俺に聞くのか。だね。決めるのは、まあ、クロムさんでしょう。うん。テッシー、そんな顔をするな。お前はよくやってくれた。俺はな、自分の無力さに腹渡が煮えぐり返ってる。くそ！俺はどこまで無力なんだ。いや、そんなこと言う必要ないっす。しくしょ。力不足だから、愚かだったから。何一つ変えられないどころか、世界で一番愛していた姉さんを失った。俺に立てと言ってくれるのか。俺は半人前だ。考えの足らないただのガキだ。何歳ぐらいなんだろうな。20いかないぐらいなのかな。だがそうだったな。お前がいてくれた。お前がいてくれたから俺はここまで戦うことができた。俺は、あ、お前や仲間のおかげで俺は。その通りです、クロム様。あなたは仲間の思いに支えられています。彼らのためにもあなたはエメリナ様の意志を継がなければなりません。そうですね、王子から王様、まあ、キングになる。しかし、そんな力が、資格があると思うか。うん。足りない力なら皆が補ってくれます。資格をためらうならふさわしい自分にこれからなればいい。少なくともあなたの仲間は皆あなたを信じているのですから。負けないでね。クロムのお兄ちゃんはノノを助けてくれた。だから今度はノノが助けてあげる番なの。負けたら呪うわ。あなたは私を信じてくれた。だから私も信じるわ。でも裏切ったら覚悟しといて。って全然使ってあげてないけど。負けるなよ。信じていないならここまで共には来ていない。これやばいパターンのやつ。これみんな一言言うパターン。次どんどん最後のやつ、大変なパターンのやつだよこれ。共に戦おう。私も信じていると思う。君との絆を、絆というものをね、リオールね、最後怖いからここらで言っとかないとやばいっつって先に言ったってやつ。うん。だってクロムさんは僕の憧れなんだから。最後誰だこれ。ああ全員が全員ってわけじゃないんだな。俺は姉さんの仇を討ちたい。ギャンレルを倒し、イーリスの民たちを守りたい。ついてきてくれるか。私行くよ。泣いてるだけなんてもう嫌だから。負けませんわ。もう大切な人を失いたくありませんもの。オッケー。僕も頑張るよ。それにクロムのために。僕がついてる。騎士として、この身は主君と共に。あれ、ちょ待って、ソウルさ、ソウル何なの。クローム、一応さ、ちょっと、ソウルだけ、クロームをさ、なんか、タメ口じゃない？クロームのためにみたいなさ。あれ、どういう関係なんだろう。逆に気になってくるな。フレデリクはクローム様って言ってるじゃん。ソウル何なんだろうね。共に参ります。同じ心を持つ者として。行きましょう。私もお供します。いつまでもおそばであなたの盾になります。僕もいるよ。どこにでもついていくよ。うん、気づかれなくても僕も仲間だから。しょうがねえな。いいぜ、俺様に任せとけって。
いやなんというか熱いね。金にはなるねが悪くね。手を貸すわ。私も戦うわ。信じさせてくれたあの人のために。ワコードの成長は早いものですね。いやお前何歳よ。結構若く見えるけど、でもさ、お助けキャラだから結構上なんだろうね。エミリナ様、石材は全て見届けた後に、今は私もクロム様と共に参ります。ありがとう。みんな、俺は戦う。いいだろう。もう頭を冷やせとは言わない。我がフェル国の軍もあんたの劇場ごとギャンレリにぶつけてやるよ。やれやれ。若いねお前さんたち。まあ、もっとも俺も血が騒いでいくらか若返っちまったようだがよ。そうっすね。よろしくお願いしますと。エメリナ様には優しくしてもらったことがありますから。いや最強っすよ踊り子。そうなのか。はい、恩返しをできればって。踊るくらいしかできない。いやそれがいいんすよ。それっすよ。それは大丈夫。それは大丈夫。それは大丈夫。天下一品だ。みんなやる気が出るぞ。特に野郎はなと。戦いの指揮を取るのはお前さんだ。大いに使ってやってくれ。何？俺が指揮を。俺は今回の戦では大暴れするって決めてんだよ。俺たちフェリアはフラディアの指揮でペレジア軍と正面からぶつかる。その間にお前らの部隊がギャンレルを撃て。美味しいとこはお前らに譲ってやるさ。しかしバキャロー、バキャローと。俺はお前たち、お前とテッシーを認めてる。お前は人を引っ張る器がある。テッシーは戦を勝ちに行く、勝ちに導く才がある。今はまだ未熟なところがあるが、これからお前たちは大きくなる。バジーリオ、ま、そういうことだ。思う存分やってみな。ああと、ペルジアの奴らはすでに動き出しているはずか。こっちの気力が落ちている間に蹴りをつけたいだろうからな。そうだな。わかった。ギャンレル、今度こそ決着をつける。で、マップ的にどこ、左上とかなのかな。そこがついて、竜の盾売ってるな。鋼の斧の弓はもうあるか。銀が欲しいよな、そうなってくるとな。あれ、いなくなっちゃってんの。ほとんどいないっすね。まあでも装備的には十分っちゃ十分なのよね。手やり買っとくか。手やりな。ゆっくり見てってくんな。何はともあれ手やりなんだよ。よし、鉄の斧、銀の斧ってもう、ここ鋼、もう銀の斧ないんだっけ。行っちゃったか。鋼は、あれ、鋼の斧ってありました。鋼の斧は、あ、1個あるね。大丈夫っすね。じゃあ行っちゃいますよと。行っちゃうよっていう。行きましょう。ほい。お、アング王でいいのかな。アングって読むよね。グレツっていうか、ちょっとよくわかん、愚者みたいな感じだよね。あら、あちらも準備ができたみたいですわよ。思ったより早かったじゃねえか。気力は高そうですわね。頭に血が上ってるだけだろ。ろくに武器も整ってやしねえさ。バレてる、バレてる。やつらにあるのは気力だけだ。ちょいとかき回しはすぐに乱れる。こっちの戦力はやつらの倍はあるんだからな。悪い人ね、ギャンレル様。おいおい、悪い？バカ、この世には悪なんざねえんだよ。あるのは強えか弱えかだけだ。まあ確かにな、そういう見方もね、間違いではないもんね。
正義、何が正義かっていうところとつながってくるあれはあるよね。ギャラドエル様、大変です、大変なことが。なんだ、一部の兵たちが命令に背いて撤退を始めています。クロム様、フェリア軍から知らせが入りました。ベレジア軍主力は現在は混乱状態にあるようです。なに、ちょっと声これダブってる、大丈夫？一部の兵たちが戦いを望まず反乱や逃亡が相次いでいるとか、ギャンレルは彼らの反抗を力で押さえつけようとしていますが、好戦的な兵以外は次々と軍を離れているようです。おそれ朗報じゃないか。どういうことだ、一体何が、もしや姉さんが。だからね、あれ見た人たちをね、要はな、はい、エメリナ様の最後の言葉、それが彼らの心にも届いたのでしょう。民だけじゃなく兵士にも届いたんだよな、ペレジアのな。俺はずっと信じてやれなかった姉さんの理想を。え、ああ、まあだが戦っちゃったってことか。俺たちを憎む敵に理想など通じない、そう思い込んできた。だがそうじゃなかった、姉さんがそれを教えてくれた。姉さんがこの場にいてくれたら、まあまあまあと、とりあえずギャンレル撃ちましょうよと。よし行こう、ギャンレルを倒しこの戦争を終わらせる。じゃあね、フェリアさんたちは結構楽、フェリア軍行ったのは楽ですよね。お、逃げていくよみたいな感じで。あ、これ上からか。あ、そう、上にいて下に行くっていうあれか。左にあるのは村ではない、なるほど。宝箱が1個、なんで平地に置いてあんだよこれ。普通におかしいだろ落ちている宝箱で、我々で言ったらパンが落ちてるみたいな感じだよね。どういうことだよと。精霊の粉、何精霊の粉って何じゃ。ああ、そういうことか、もう使われたら終わりだな、ならず者。あいつならず者、こいつす、こいつだけか。まあ1個は多分取られても大丈夫だと思う、1個は取られても大丈夫。ここ魔法高いやつで行きたいな。リズが一旦入る感じにする。ちょ、身支度。いやー、もうちょっと、でもレベル20だから結構来てるっちゃ来てる感じではあるのよね、感じとしては。グレゴッチドラゴンキラー、あ、違う、取っちゃった、ロンクの取っちゃって、パクられたんですけど。よし、まあでもそんな変えるものない。あ、変えなきゃいけないものはないんだよな結局。補充、ティアモも手あり2つ持ってんじゃねえか、2つ持ってるよ。補充して、スミアも補充して、もう補充よ補充。あれ、鋼がもうない、まあ、キラランスあるからな。どうしよう、サーリャちゃん、なんかもう一人グレートナイト、あー、リペラ使うか、アンナでいいか。なんかこう砂漠ではない、砂漠ではないの、荒野か、ちょっとよくわかんねえな。なんかアンナ連れてくか。あ、アンナちゃん、なんか鉄の剣、キルソードも使え、杖使えるのがいいよ。杖、ライブ、あ、でもリライブ、リブローとか使えないのか。
あ、これいいじゃん。これ使ってあげて、まあとりあえずだましだましいきましょうみたいな。それでいきまひょうか。それでやってみようか。ライブ使えたら結構でかい。でかいって回復使える人がでかいからな。あ、でもあれか、ガイア連れていかねえとあれか。あ、でも宝の鍵ってのが一つあった。あ、でもアンナが開けられるよな。よし。ちょ触れてるか。アンナっすよ。リーズはテオの今ようやく C になったから、ちょ待って、斧ちょっとなんか鉄鋼使えるね。キラーアクスいっちゃう。キラーアクスいっとこうか。 OK。 リブロ、逆にもうリブロを預けて、もう手斧いただいちゃって、どっちかっていうと攻撃にしよう。リブロ使えるっしょ、さすがに。よし、 OK。 これがもうこれでいいんじゃないですかねっていう。なんかエルサンダーとか、あー、エルサンダー、あいつが持ってんのか。あいつが持ってんのが持っちゃってるよあいつが。よし、まあ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 、やりがいねえんだな。あ、いるいるわ、やりいるよ、普通にいるわ。銀のやりいただいちゃいますか。お、1個余ってんのこれ。余ってるね。よし、鋼なんかちょうどいい。 鉄か。しび、これなんだっけ、魔力か。いや、ちょっと魔力じゃねえんだよな。魔力、いや、そういうことか。だから魔力高えやつがチェンジしてっていうことだよね。うん、大丈夫かな。大丈夫と信じよう。 OK。 ちょ、セーブして、はい、じゃあ戦闘開始だけ見ますか。これはこれは。ごきげんよう、クロム君。いい夢は見られたか。もっとも、これから先は悪夢しか見られねえけどな。そうはさせるか。その悪夢を振り払うために俺たちはここに来た。はてめえが振り払わなきゃならねえのは迷いだろうがよ。返しがいいね。みんなうまいね。で、それはどっちなの、ギャンデル、フォローなの、クロムに対する。俺が憎くてしょうがねえ。俺を切りたくてしょうがねえ。人間なんてのは争い合うしかねえんだよ。え、分かってるよねギャンデル、心がな。なあクロムよ、俺とお前は同類だぜ。俺たちは同じだ。戦いでしか答えを見つけ出せねえんだよ。そうだな、そうだな、同じだ。俺は姉さんのようにはなれなかった。敵を憎み、その力だけで戦ってきた。だが俺の中には今、姉さんの言葉が息づいている。今はまだわずかな光だ。俺は迷いながら歩むことしかできない。だが俺には仲間がいてくれる。迷いも悩みも共にできる仲間が。仲間だ、くせえよ。臭くてヘドが出るぜ。出ましたね、ヘド。ヘド出たことないけどね。仲間なんざゴミだろうが、人間は所詮獣と同じだ。獣みてえに戦って殺して食うだけなんだよ。そんなことはない。その末路が今のお前だ。力で縛ってきた兵に見放されたお前の姿だ。お前はここで打ち止めだ。俺が姉さんの代わりに俺が止めてやる。なる、とっとでやってみやがれと。そうだな、お互い口だけじゃダメですよと。あ、オリビエさんいなかったけどついてきてくれた。オッケー、行くぜと。お、
行動済みの、そうそうよね、もう踊り子といえばもうそれですから、隣に移動し踊りを選びます。めっちゃ楽しそうに踊ってるじゃん。クロムもちょっと喜んでる。でこの移動が早い、シュンって移動してきてるからね。よし行こう。じゃあ、次回このマップをクリアしてまいりたいと思います。最後までありがとうございました。テッシーでした。失礼します。